どうも、ゆっくり霊夢格好部主です。マリサだぜ。今回は検証シリーズ、解散が30人いたら成田家守れる説をやっていく。実況プレイの方でも成田家はリベンジも敗退、殿堂入りを果たすほどの難易度だ。その超絶難しい状況を解散30人でなんとかしようという。今回検証していくシナリオは終わり統一。成田家が独立した一番古いシナリオだ。周辺では北条家、武田家、長尾家が拡大、一番の敵は北条家だ。すでに今回は海姫用意してたんだな。ほい、30人用意した。一応史実では本能寺をあたりに元服してくるけど今回は30年以上早生まれしてもらった。もはや転生とか生まれ変わりと言われた方が信じるレベル。なんといっても強みは特性の姫武者。これ発動条件は側近以上、だからおそらく領主に6人配置されてたら重複するものと思われる。だが城の能力が上がるわけでもないし包囲中でも反撃が可能というだけだ。小規模勢力を潰していって拡大、城を守りながら徐々に拡大していくイメージだよ。解散ピチピチの16歳に設定したしもはやじいちゃんの長安さんがお父さんと言われても問題なさそう。検証開始じゃー。イベントオフにするの忘れてて村上家滅んだな。終わり統一始めるたびに滅ぶからね。そして今回はさすがに手をいろいろ加えないと何もできなさそうだからいじくっていく。まず初手北条家に神獣は外せないだろう。これで周辺の勢力に集中できるはず。それに私がプレイした時はどうしても戦力が低すぎて無理だったけど今回はそれを30人の解散がカバーしてくれてるからね。これだけでは絶対に足りないから城馬改造。海姫の能力にこの時期に兵力爆増はかなり可能性を感じるな。全部連兵城にしようかと思ったけど真面目に攻めてもらうなら2脱目所と米問屋を入れることに。馬改造完了。めっちゃ強い。建築物は全てレベルマックスだよ。もはやこの状態なら北条家に神獣はいらないのでは。と言ってももうしてしまったが。大丈夫、こっちからいじくれば忠誠も変わらないはずだ。よし、なんか嫌な予感はするけどこの条件で始めてみよう。あ、速攻で上類固守。まあ初手は防衛を固めつつ様子見をするのかもしれない。北条家が他の勢力に攻めていけば漁夫も狙えるかもしれないからな。2ヶ月カット。イベントオフだから今川家、武田家が暴れる準備開始し始めた。そして北条家も燃え出したな。さすがにこれは広告事情目標じゃない？確かに今川家は終わりに進行中で手薄だから絶好のチャンスだろう。あ、でも待って、確か今川家と北条家って同盟関係じゃなかったっけ？初手攻められて草。いや、まだだ、この高い耐久値なら包囲になるはず、ならばこちらからダメージも入りまくりのはずだ。包囲開始。おお、結構。ダメージ入ってるか？なんなら速攻で強行に切り替えられたな。あ、まずい、城下建築までぶっ壊されたら終わってしまう。そして信念とともに何事もなく転んだのであった。やはりさすがに北条家に神獣は外せないか。ということで今回は北条に神獣した状態でスタート。佐野家は北条家と同盟状態、長野家、大田家、結城家に攻めれる状態。神獣にしても上類固守発動するのね。もはや兵力多いから守る必要ないような気もするんだが、それでもって今川家が緑になってるからやはり同盟関係だったか。一番の問題は北条家からの無限要請に入らないかどうか。そういや実況プレイの方でも無限要請あったな。おかげで滅んだ記憶が蘇ってきた。マジで成田家を武将追加なしでクリアできたらすごいと思う。翌月、岩村城攻め、援軍要請は来なかったみたいだ。今のうちに動いて領地拡大しなければ積んでしまう。あ、そういや長安さんの AI レベル低いから動かない説とか。ありえる。今回作った解散は AI レベルもコピー、解散の AI レベルは A だった。思ったより高い評価。女性陣で AI レベル S いるのだろうか。機長、お市、直虎、あのあたりはレベル高そう。翌月。あ、ついに無限要請編に突入したかも。これは佐野家に攻めれないし選択肢は結城家だけ、かなりきつい状況だ。じっちゃん、このままでは未来に光が見えないから解散に大名交代でリスタートしてみよう。ということで大名を解散に変更した状態でリスタート。城の強化、北条家神獣には変更ないんだぜ。
じっちゃん調べたら AI レベル C だった。この AI レベルの差でどれだけ動くようになるか。あ、解散モジュール E 腰発動するのね。もしかしたらどの大名にしてもこれだけは変わらないのかもしれない。だが上から2番目の AI レベル、さすがに動きに期待してもいいのではないだろうか。この初手で動かないあたり怪しいんだが。半年カット。大竹を潰した後だけ攻め、ここで北条家の動きが変わった。が、しかし動かない。昨日の信玄さんの時もそうだったけど一条スタートだとどうしても動かないのかな。留守中に攻められるリスクがあるからそこ計算したら動けないのかもしれない。か、解散。海姫、じっちゃん同様北条家に使われる。マジかよ、さすがに能力的にも勇気家、長野家に攻めれると思ったんだけど。あれだな、攻めてしまえばかなり活躍してるな。そりゃそうでしょ、ずば抜けて能力が高いわけではないけど関東なら北条家、佐竹家以外には余裕で勝てるはず。その後武田家攻めにも援軍で呼ばれ出した。虎種さんとの戦い。援護あったとはいえ勝利。本当に攻めてさえくれたらワンチャンあるのに。しかもそのまま単独で制圧しそうだ。制圧、しれっと成田家の旗掲げてたら怒るかな。全力で攻め込まれるだろうな。岩殿城の次は国峰城攻め。援護ありとはいえやはり解散自体は周辺で攻めたら勝てるということが証明された。ここで思った、もし解散の AI レベルが S だったら、もはやどんどん原型が崩れてきたけど S ならさすがに動くんじゃないだろうか。1年カット。次はナスケ攻め、もうさすがにこれ以上は寿命を待つだけになりそうだからここで AI レベルを S に変えていこうと思う。ふう、一括編集できなかったから手動で全ての解散 S に変更してきた。さすがにこれで動きが変わるだろう。いや、お願いだから動画的にも変わってくれ。初手上類古種は変わらず。いや、これから大竹か結城家に攻めていくんだよね。半年カット。大竹は北条家が吸収。ここまで AI レベル、もはやじっちゃんの時に比べても動きが変わらず。あ、無謀にも軍制圧に突っ込んできた。なんでだろう。いや変えるのかよ。長野家は長尾家と同盟関係とはいえ今新田金山城に攻めてたら間違いなく制圧できてたと思うんだがな。てか開発するものもほとんどないはずだから北条家と外交して援軍要請もできるはずなんだけど。もしかしたらコメントでちょいちょい見かける野心と領地拡大行動が本当に関係してるかもしれないな。解散の野心は6。これは20段階中だよ。実際この検証をしてみるのも面白いかもしれないよな。同じ AI レベルで野心1と20、行動に変わりがあるのかどうか。2ヶ月カット。動きが全く同じだ。攻める順番は周辺の動きで若干違うが自発的な攻めが全くないな。半年カット。わかった、そこまで動きたくないならもっと攻める場所を増やしてやろう。北条家かなりポイント貯めてるし無限に使う気満々だったな。まさかのすぐに攻められるかと思いきや結城家攻め。未だ解散、川越城でも新田金山城でも八形城でも攻めたい放題だ。特に新田金山城なら援軍到着もかなり遅れるだろうし制圧だけなら確実に成功するだろう。萌えもしないし解散も動かざること山のごとし派なのかな。もはや山で草。北条家も解散が攻めないことを知ってるかのように宇都宮城に大規模遠征。本気出せばこの状況なら新田金山城、八形城、川越城すべて制圧できるまである。さすがにどこかで援軍到着するだろうけど兵糧状況きつそうだしね。あ、もしかして動かない原因これか？小田原城の兵力？多すぎて小田原城だけで抑止力になってるのかもしれない。だとしてもほぼ分断されてる新田金山城には攻めてもらいたいところ。ほぼ1年カット。あれから全く動く気配もなく北条家は関東をほぼ掌握、那須家も吸収して佐竹家攻めに突入しそうな勢い。むしろここまでよく攻められなかったな。耐久期と兵力が多いから宗家みたいな理由でめんどくさいから後回しにされた説。さらに半年カット。佐竹家が吸収されてついに大規模で攻めてきた。しかも制度改新にも発令されないのか。どういうことだろう、AI レベルに関係なく何か別の裏ステータス的なものが関わってる可能性？資金自体は発令できるだけ収入もあるしなんでなんだろうな。しかも破壊入れられて耐久期半分削られた。街道封鎖で一気に能力ダウン。即強行だと全く強みが出ないね。
これ思ったんだけど、解散大名、小松さん大量配置ならどういう風になるんだろうか。稲光って重複するのかな。重複したらとんでもない城能力になりそう。ああ、解散もここまでか。さすがに城魔改造して AI レベルもいじったらもっと違う結果になると思ったんだがな。検証結果、解散を30人に増やしても滅ぶ未来は変わらなかった。ちょっと納得いかない展開だった。まあこれも検証だからしょうがない。ってことで今回はここまで。チャンネル登録がまだの人は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくなんだぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。